こんにちは。こんにちは。空の色のチャンネルです。今日は、金色ホトトギスの山本店主に来ていただきました。山本です。よろしくお願いします。ありがとうございます、山本さん。はい、どうも。ということで今日ちょっとね緊張しておりますが大先輩なんですね。今ホトトギスは移転しましたよね。そうですね、はいはい、移転して新宿御苑が本店ということで、はい、あと海外に4店舗ぐらいあるということで今18かな。あ、18もあるんですね。あ、じゃあいきなりやらしい話になっちゃう。いや18店舗もあるということで、はい、それだけ何も頑張って、はい、じゃあ国内は御苑、と、はい、そうですね。で、はい、ここがもともと本店だった場所で、そう、今通販とか仕込みということで、そうですね、工場みたいな感じ、はい、懐かしいですね。懐かしい、久しぶりに入りましたけど懐かしい。はい、で今日はですね、山本さんにお話が聞けるんですが、山本さんといえば、ね、はい、ミシュランの星ね、一つ星獲得ということで、はい、そのミシュランの星獲得の、はい、まあ、秘訣とか、苦悩とか、ね、そんな話をまず一つ、聞くということと、はい、もう一つが買い出しラーメンと、はい、トリプルスープの元祖ということで、はい、今買い出しラーメンというのもいっぱいね、ありますけど、はい、買い出しラーメンを、まあ、やった経緯とかきっかけとか、うん、その工程とか、うん、含めたそんな話をこの前編ではですね、はい、その2つを聞ければいいかなというふうに思っております、はい、よろしくお願いします。じゃあ早速ですけど、はい、山本さん、ミシュランはいつ獲得ですかね。はい、星は2018かな。18で、初めて星、まあその前ほら、最初からもビブでした。ビブ、最初からですか。2015年が一番最初ラーメン屋さんが、僕も撮ったやつですね。そうあの時が一番最初で、はい、それからずっとこう3年間ビブで、で4年目に、うん、ビブグルマン、うん、ビブグルマンはなんか3500円以下で、今6000以下に変わったんですね。6000以下、コスパが良くて美味しいお店っていうのを星はつかないけどビブグルマンっていうことで、うん、そうですね、はい、それね、空の色も撮ったんですよ3年間ね、はい、それで落ちましたけどその星獲得っていうところで、はい、うん、山本さん大変でしたか。いや、やっぱりほら、ミシュランガイド東京が、発足したのが2008年かな、うん、でその時にこんなところで認められたらどんだけいいだろうっていう思いが最初からあって、うん、で2015年の時に初めてビブグルマンに乗った時に、うん、あの時も20軒がこうラーメン屋さんが出たと思うんだけど、その時にやっぱりすごい嬉しくて、嬉しかったでしょ。めちゃくちゃ嬉しかったですよね。こんなラーメンごときがっていう、ラーメンごときって言ったらあれだけど、うん、ラーメン屋さんでこういうところでこう認めてもらえるってすごい光栄なことで、うん、でその後、まあ一つ星ってちょっとおこがましいと思ってたから、うん、やっぱ、飲食店の諸先輩方が一生懸命頑張って、そのレストランのシェフたちが頑張ってやっぱ一つ星、二つ星、三つ星目指すものだと思ってたから、うん、だからまさか一つ星っていうのはちょっとやっぱ頭の中にはなかったんだけど、うん、でもやっぱりその一つ抜けたところを目指したいっていう気持ちがずっとあって、うん、でまあまあ、常に止まっていろいろこう試行錯誤してたけど、それでやっぱ認めてもらいたいという気持ちはちょっと年々こう増えてた、うん、で、うん、トライしたいなっていう気持ちも強くなってて、それでまあ過剰に攻めた部分もあるね。過剰に攻めたってどんなところなんですか。いやだからちょっと今までのその構成から、うん、そのラーメン作りの構成からちょっと抜けた方向でとか、いろいろ考えながら試行錯誤して、うん、やっぱりそのとにかくオンリーワンでやり続けたいっていうのもあったし、うん、だから他のラーメン屋さんが真似できないものを常に追い求めて、うん、今までもずっとそうだったんだけど、うん、で途中からやっぱもっと振り切ってやろうっていう、その材料とは関係なしに、うん、ちょっと工程とかその食材の話も触れちゃうかもしれないですけど、はいはい、構成ってよく山本さん言葉使うじゃないですか、うんうん、構成ってどういう意味なんですか。要は味の構成って最初から最後までの、はい、その余韻から何からその最初の一口目のインパクトとか、うん、あと最後までこう残る余韻とか、うん、そういう味の感じ方の部分かな、うん、構成って、うん、でやっぱ食材によってやっぱ旨味成分持ってる旨味成分全部違うので、うん、その掛け合わせで、そのことを僕よく構成って言うんだけど、うん、だからその部分を特に
掘り下げて、まあ、目指した感じだよね。うん、じゃあなんかこう噛み砕いて言うと、先味から後味まで、うん、どういう風なことをお客様が感じて、うん、召し上がっていただいて、うん、ああ美味しかったって思えるかみたいなところの考え方を、うん、そのミシュランの星を意識して、うん、さらにこう先に進んだみたいな感じですか。そうだね。やっぱそこが一番自分の持ち味かなと思って、もう最初からその、うん、なんだっけ、食材の旨味成分が化学的なものとかっていうのは、うん、ラーメン始めて全然受け入れなかった時からいろいろ考えながらやってたんだけど、うん、でそれはもうある程度ほら、ある程度のところまでもう勉強できてたから、うん、だからそれ以上に、うん、さらに良くするにはどうしたらいいかって、最初は3つぐらいの味の構成だったんだね、うん、その口に含んだ時の構成が、はいはい、それを5つまで伸ばそうと思って、じゃあその間にどういう旨味成分を入れたら、うん、そういう風になるだろうっていうのをもう常に考えながらやって、だからそれが4つになって5つになって、今の状態は5つの味の構成になってるって僕よく言うんだけど、うん、でも一般の人たちはどう思ってるか分かんないけど、でもやっぱりその水の力があったりとか、うん、そのいい水を使ってとかね、うん、でそういうので体に染み渡っていくような、体が欲するような自然に、うん、美味しいって脳みそが思うんじゃなくて、うん、美味しいって思わないけどあれもう一回食べてみたいなっていうような、体が自然に欲するような、うん、そういうものをちょっと目指してね。深いな、すごい、すごい。そこまで考えてるラーメンさんいるんですか。だってさ、もう最後まで飲んでさ、あ、美味しかったって思えるのってなかなかないじゃん。はい、で、それだけじゃなくて、プラスアルファが欲しくて、って考えた時にやっぱり体に染み渡るものっていうか、う自然と体を欲するものっていうか、うだからその例えばマイナスイオンだったり、だからそういったところをちょっと掘り下げて勉強して、はい、最終的に勉強したのはやっぱ水なんだけど。水、うん、水の成分というか、まあ、セラミック入れて水質変えたりと か、うん、だかそういうのもやっぱ自分なりに勉強して、うん、セラミックもいっぱいあるんだよね。やっぱ変わりますか。変わる、お水で、うん、で食材にその使うセラミックもやっぱ違ってくるし。そうなんだ。そうじゃあスープごとに変えるってことですか。スープごとに変えないと思う。ただなんかもう科学者ですね。いやいやいや、それは違うんだよ。自分が、うん、あ、これでいいって思った、だから自己満なんだよね結局は。いやいや、自己満じゃないでしょ。これだったら大お客さん喜んでくれるだろうっていう、その、うん、でもその先にお客さんがいるわけなんで、自分だけの満足じゃないじゃないですか。そうだから、それがたまたまか分かんないけど、うんうん、それはたまたまお客さんがその受け入れてくれているだけで、うん、まあ受け入れてもらおうと思ってそういろいろ変えてったんだけど、うん、じゃあなんか僕今パッと思ったのが、うん、表面的なことしかお客さんって見えてないなと思うんですよ ね。 そうね、トリュフとか、うんうんうん、ポルチーニとか、うん、デュクセルとか、うん、イベリコとかっていうところを、ね、ネットの人は食材をこうフォーカスしすぎじゃないですか。そう ね、 ね、うん、しすぎって言い方あれかもしれないですけど、うん、そこにみんな目がいってる気がしたんですよ、うん、でも今の山本さんの話聞いたら水じゃないですか。そう、最初から体もするとか、 そう、そのギャップがすっごい面白い。でも、うん、やっぱりその食材ってさ、僕はもう最初売れなかったから、うん、とにかくそのいい食材を使えるように徐々にこうなっていった時に、うん、そのやっぱ作り手の一番嬉しいところって、うん、その売り上げで普通じゃ使えないような食材を買って使えるようになるっていうのが、うん、すごい自己満としてすごい嬉しくて、うん、でそれでどん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 そういうその高級食材とか洋食材をこう取り寄せていろいろやって、うん、まあ徐々に今の形になっていくんだけど、うん、でもやっぱそれだけじゃ満足感というか、うん、そのだ今ちーちゃんが言ったのはこう表面的なところだけで、うん、で使ってるからどうなの、そういうふうに思われるのが嫌で。そうですね、うん、使ってそれをちゃんと使いこなして調理して、そうそう、でそれを丼いっぱいになんか消化していかなきゃいけないっていうか、そうだからそこで最終的にやっぱりその、うん、いや水道水でじゃなくて、うん、そのちゃんとしたいい体に染み渡る成分が入っている水に変換したものでスープを取っていった時にどうなっていくかっていうところを最終的にやっぱり修行しようかな。教えてもらいたい。水のこと全然そういう意味では水のこと全然勉強してない。いや、水まだまだですね、うん、いやでも勉強しだしたらそうでもないよ。そうですか。ちーちゃんもほらこうなったらこうなっちゃうから。まあそうですね。なりすぎないようにしてるんですよ僕実は。でもなんかこう一つ こっちってなったら絶対そっち向いてずっとそれを掘り下げてやる。うん。だから、うん、そうすればもうすぐっていうか良くなっていく。良くなっていくってもう今以上、今だって十分いいんだけど。いやまあ、良すぎるぐらいいいんだけど。だからそれ以上だ行くんだったらやっぱ最終的にはやっぱ俺は水かなって思う。うん。うん。
海外進出なさっていて、うん、あのそういう食材とかが全部うまくいったり、特に水とかすぐ国によって違うじゃないですか、ね、そういうところっていうのはどういう工夫だったり、現地行って、僕の場合はやっぱ現地行って、まず現地の食材を下調べると、だから現地の人たちの味覚、味覚どういったものを普段食べるのか、その向こうの B 級グルメというか受けられてるその料理とか、だからそういうところを、自分なりにこう掘り下げて、同じ味じゃ絶対受けないから、だからそっちにシフトさせるようにして、で水とかももちろん日本からうちが使ってる浄水器を送ってもらったりとかして、それで向こうで使わせてやっぱちゃんと変換させてやるから、なんなら今沖縄でコンサルして、この前自家製麺でプロデュースしたんですけど、湿気がすごい多いんで、同じその条件じゃないんですよ。いや、そうだね。だから麺を加水 3% 下げないと同じになんなくて、であとは製麺の前1時間クーラー18度つけっぱなしにしたりとか、もうすごい難しくて、難しいよね、麺が作れなくて、沖縄と東京でこんな違うんだと思って。いやでもまだあれ日本だからいい粉揃い、でもやっぱ海外っていい粉揃わないから、だから日本から送ってもらったりもしなきゃいけなくて、粉の問題もあるんですね。粉の問題が一番でかい。あとまあ水質ね、そこはもちろん、あとまあ湿気の問題もあるけど、もう北と南でも全然違うから、違いますよね。まあ面白いんだけどね、それがまた勉強になるし、それができなかったプロじゃないっていうのもあって、そうだよね、僕も躍起になって麺何回も失敗して、いやもう泣きたくなるぐらい失敗するでしょ。失敗する、いや本当もう、でまだできないのかってやっぱ煽られるわけですよ、やっぱり。もう俺の場合はほらテイスティングしてもらって、もうちょっとこうしてほしいとか聞いて、全部そういう方向にして、で向こうが納得してくれるものを作って、じゃあこれでやりましょうっていう形でやるんだけど、まあ、結構大変な大変だよね。でもそれの壁を、まあ日本でもそうだけど、一つ先の味を作れた時のその喜びっていうのを知ってるじゃない、その乗り越えた時のさ体感っていうかさ、だからそこを目指しちゃうんだよね、どうしても。そうですね、やれないことは絶対ないと思ってやっぱやるしかないですよね。そうだね、なんとかなるんだっていう気持ちでやらないと、そうじゃないとやっぱやっていけないよね。だからね、なんか山本さんがその、まあ、ミシュランの話に戻るんですけど、僕なんかこう折れかけてる、苦しんでるなっていうのをちょっとこう垣間見たね、Facebook だとかお会いしてね、で瞬間もあったんですけど、なんかやり続けて諦め続けなかった、なんかその精神力っていうか、なんかそこのなんか原動力っていうか、何がそういう山本さんそこまでこうかき立てたんですかね。なんだろうね、ただ負けず嫌いなだけじゃん。次は負けず嫌いで、自分に対して周りにも負けず嫌いで、まあそれだけじゃないんだけど、やっぱり自分がほらあるところでこう勉強させていただいて、修行させていただいたところがあるけど、やっぱそこで修行したからにはやっぱりそこの名前を汚すことができないみたいな、だそういうのがやっぱ一番強かったかな。やっぱりあそこで修行したから、やっぱあの人すごいよねって、やっぱあそこの店ってすごいんだなって言ってもらいたいから、そこが一番強いかな、どっちかというと。あんまりそれ普段言わないですよね。言わないね。言わないようにしてんだ。いや、まあ言わないですよ。言わないようにしてることもないけど、あんまりそうやって聞かれないから、なんか、あ、そっか、勝手に。あんまり そこまでは聞かれないから、なんかこう表面上のことばっかりやっぱインタビューとかでもすると聞かれるから、やっぱみんなが知ってるようなことはちゃんと言うけど、名前をそこまでっていうのは言わない。まあ、ちいちゃんだから、ね、近くで見てるからね。そうそうそう、最初からですよね。そうですよね、見てますもんね。もう創業時からだからね、ちいちゃんね。創業時からね。そう、本当誰もお客さんいない時から、ね、そう、本当ノーゲストだったから、ここそう一番最初にそのなんか始めた時ってお客さんって何人ぐらいだったんですか。一番最初はやっぱなんかちょっとオープンケーキみたいなのがあって、40人ぐらい来てくれたかな。でもその1週間後には5食とか。5食ですか。だから1年目は食べていけなかったの、本当に。マジっすか。だからほら、もう家財道具売ったりとかして、なんとか。俺だから、親にお願いしてお金借りるとか絶対嫌だったから、独立して、やっぱ結婚もしてたし、それで、まあ一番苦労したのはやっぱり女房なんだけど、でもまあ、なんとかその2年目ぐらいからちょっと10人とか15人ぐらいこうお客さんがちょいちょい来てくれるようになったから、それでなんとか。1日5食じゃ無理じゃん。あの時だって700円だもんな、いっぱい。3500円じゃ食っていけないよね。食っていけない。多分だからもう年間の半分ぐらいは1日5杯とかだったと思う。
5杯以下は ないんだけど、うん、5杯しか覚えてないから。買い出しラーメンを2006年に始めたっていうのは、うん、みんな買い出しラーメンなんぞやみたいな、そうだよね、話になったと思うんですよね、うん、実は、うん、それってなんで買い出しで始めたとか。いやだからアサリ使ってるところあったけど、ハマグリ使ってるところってなくて、うん、ハマグリも好きだったし、うん、いやハマグリの方絶対なんで使わないのかなって言ったら、そこだけ、うん、それで自分で作ったらやっぱうまいじゃんって思って、アサリもやったけど、いやアサリはやっぱハマグリの方がうまいなってなって、でそれででもいろいろ考えたらやっぱハマグリが高いから、じゃあどんぐらい使えばで一回思いっきり使ってやったらやっぱうまいってなったから、うん、じゃあそれでやろうと思ったらもう原価がこうおかしなことになってちょっと大変なことになって、はい、でまあ年々その使う量が増えてくるわけで、はい、やっぱ納得いかなくなって、はい、味に飽きて、おいしくしていきたいですね。そうだからそれでも大変なことになってくる。まあでもまあ甘栗のおかげですよ、こちらのラーメンは。でも最初は食べてここであの一口スープ飲んでごちそうさまって帰る人めちゃくちゃ多くて、やっぱ泣いたね。で毎日スープ捨ててたし、あの頃は本当になんか悔しい思いでいっぱい、どうしたら受け入れてもらえるか、それも強いよね。ああ、そのなんか反骨心っていうか、うん、クソみたいにいつも思ってたんですね。いや思ってた、なんか個人店で今これ見てる人で苦しんでる人もいると思うんですよね、はいはいはい、売れないとか、うん、原価がすごいけど、うん、どうしようみたいな、うん、どうやって乗り越えたんですか。いやだから売れるもん売るしかないよね。だから最初の頃はだから高級食材っていうのは本当ハマグリしか使えなかったから、うん、普通にあの乾物とかもちろん使ってたけど、うん、だからハマグリはどうやって使っていけばいいかって言ったら、もう食べていくのにはもうまかないで食べて消化していくしかないから、うん、だからそれでなんとか食いつないだ、ね、ちょっと話変わって、うん、トリプルスープも最初から言ってたじゃないですか、うん、なんでトリプルスープやろうと思ったんですか。いややっぱり修行先だってトリプルスープじゃないじゃないですか。じゃない、1本炊きでしょ。そう、1本炊きよりもやっぱりその分けて、うん、あの自分でそのスープの配合を決めて、うん、味見しながらやっていった方が、うん、あのそのスープ一本一本やっぱその食材によって火の入れ方違うから、だからそこが一番かな、温度帯とか時間ですよね。もう最初から俺はもう別々に分けて、うん、やろうと思って、それでもう味を決めていったから。一、うん、本炊きっていうのはスープ寸胴1個でいろんなものを乾物とか動物系とかそういうのを1本に入れて、うん、スープを作る。時間差でこうで材料、骨だと5時間とか、例えば魚だと1時間でこう出る時間が違うから、それを時間差で入れたりするのが1本炊きで、山本さんはそれを3つに、今何と何なんですか。今だからハマグリと、和風だしと、あと鴨の酢、鴨の酢3本、鴨から特産の鴨から。美味しいですよね、鴨ね。美味しい、やっぱり豚と違ってやっぱグルタミン酸がやっぱ多いから、うん、だからなんか中味がパンくるから、うん、で余韻がほらもう専門用語の応酬だよ。グルタミン酸とか中味とか僕は分かりますけど、はい、そう、ね、やっぱ鶏豚とは違う。鶏でもいいんだけど、うん、その香りがやっぱ違うんで、癖がありますよね、鴨の方はね、うん、だからあえてそっちの方でそれをバランスよく、だから今ほら塩ラーメンはさ、鮮魚とマダイと和風だしとハマグリ、うんうん、でそれで醤油は動物系を使いたかったから、じゃあそれを今まで豚使ってたのはそれをあの、鴨に変えたんだけど、うん、そう、鴨が出ちゃわないようにバランスよくあえて、うん、鴨を使ってるからって鴨を打ち出すんじゃなくて、なるほど、で鴨を使ってるからこういうバランスでこういう形に なりましたっていう手で、うん、あの出してね。いやすごくすごくはないよ、すごくはない、もうやってきてなんかそう自分なりにちょいこう飽きてくるでしょ。まあそうっすね。だから山本さんのラーメン食べても、うん、次食べた時違うかなみたいな印象があるんですよね。もう次も買いすぐ買いちゃうからさ、もう買いたくなるよね。なるけど、うん、でも買える方が半端ないというか、でもその前の味に、うん、あの前の味が好きで通ってくれてるお客さんもいるから、うん、だからそこはもう勝負なんだけど、うん、でもそれを受け入れてもらうためにはどうしたらいいか、どういう構成にしたらいいかというのを考えて、うん、それであの味をこう変えていくんだけど、もう突拍子もなく全然違う方向性に振ることはまずないんだけど、うん、方向性の線上で、どうしたら美味しくなるかっていうのを考えて、でまずクオリティを上げるにはどうしたらいいかっていうのと、あとお客さんがもっとこう、お客さんに対して共感してもらえるようなスープってどうやって作れるか、まあ麺もそうだけど、うん、だ
そういうの考えて、あのいろいろとまず食材頭の中で弾き出してメモして、でとりあえずその、あの、あと、頭に浮かんだ食材を取り寄せてでいろいろやって、でできなければじゃあ何が足りないかとかいろいろ考えて、一つ一つじゃないと変えていけない、何個も一気に変えちゃう。まあそうですね、分かんなくなっちゃうかもね。買い出しラーメンの元祖として、はい、今の、はい、まあ、買い出しが増えたじゃないですか、うん、で全然食べてないと思うんですけど、うん、あのなんか思うこととかありますか？いやでも、貝がこう貝ラーメンで貝ってありなんだってやっぱ思ってもらえたのがすごい嬉しいことだし、うん、それをこう広めてくれてる人たちがやっぱたくさんいるんで、うん、それが広まったことについてはやっぱ嬉しいと思うし、うん、だからうちなんかほら何年もやっぱそう貝みたいなラーメンじゃねえみたいなことさんざん言われてたから、うん、だからそれがようやくなんかね、その味の構成で人が美味しいと思ってもらえるものをやっぱりこう提供できるお店が増えてきてるから、うん、それに対してはもちろんいいなって思うけど、限られた資源だから、だからもう下手に使いすぎてもらいたくないんだよね。少ない量でどうやって最大限引き出したらいいんですか？いや、だからそれはもう味のこ組み立て方、そうそう、だから構成の考え方で。それが分かんないもんな、俺も。もちろん何軒か食べに行ったことあるんだけど、やっぱりこうなっちゃうなっていう、その味の構成なみんな、そのやっぱ赤いのラーメンって終わっちゃうんだよ。美味しいんだけど、それだからもっとなんかもうこれをもうちょっとこういうものを間に入れたら、もっともっとこうその余韻が続いたりとか、なんか俺がさっき5つって言ったような方向性に持っていけるのになっていう、そういうのは感じるよね。考え方って人それぞれで、ラーメンって正解ないじゃん、まあ料理もそうだと思うんだけど、でもだからそういう意味ではいろんなこう味作りをその貝を使ってやってるところが多いから、だからそれは一つなんかこう食べ手としては楽しいのかな。みんながみんな、そうですね、いろんな貝ラーメンがあった方がね、そうそうそう、比べられますもんね、うん、ね、食べ手としてはありがたいことだからね。そういう意味ではなんか今思ったんですけど、山本さんの貝出しラーメンは、うん、もちろん貝メインだというものの、うん、食材を それぞれ鴨とか和だしも含めてとか、うん、いろんなものの そのバランスの上で成り立つ貝ラーメンみたいな感じですかね。イメージでは本当にだから俺バランス重視だから。そうだよね、今思ったけど、特質しちゃダメなんで、その食材が、うん、頭ポンって抜けちゃうと、うん、もうそれ一色になっちゃうから、うん、他の食材使ってる意味ないみたいになっちゃうから、うん、だからもう全部が味わえるって言ったらちょっと言い過ぎかもしれないけど、うん、そのバランスで、あ、これもいて、これもいて、これもいて、あ、これもいるねって思ってもらえるような味の構成を常に目指す。で、僕も今一昨年リニューアルして、うんうん、結構クラシック系のラーメン、また自家製麺始めてやったんですけど、うん、僕もそうかもしれない、うん、豚、鶏、煮干し、カツオだけしかスープ使ってないんですよ、あとお野菜、うんうんうん、でもそれがそれぞれいろんな形で感じられて、うん、なおかつくどくないというか、うん、また食べたいな、来週も食べたいなみたいな余韻含めて、僕らの子供の時ってやっぱラーメンってそういうもんだと思ってたから、うん、年いけばいくほどなんかその化学調味料の味が強くなってきちゃってみたいな、うん、それが過剰になってみたいになってたけど、うん、でも本当に化学調味料使ってないところもいっぱいあったよね、小さい時って、うん、だから子供たちラーメン好きでだと思うんだけど、うん、もう最近やっぱ、ね、中華料理屋さんとか出てくるのってやっぱりその場所によってはちょっと強すぎて、うん、でやっぱ他のものの味が化学調味料入ってないと、子供なんか特にそれで育っちゃうとやっぱ化学調味料入ってないと食べれないみたいな、美味しくないとか、うん、そういう風になっていっちゃうから、やっぱ食材の味をやっぱ子供から体感させてあげたいっていうか、まあ、そういうのもあるよね、うん、結局大人になってから美味しいって思うのってそこじゃない、うん、やっぱそういうものを使わないで食材の味をちゃんと体感できる、レストランもそうだけど、うん、だからそういうものをやっぱラーメン屋さんも作っていったら、まあだから化学調味料否定ではないんだけど、もちろんもちろん、それがあってのやっぱラーメンもあるし、うん、だから、まあ、まあ個性があってっていうのが一番いいんじゃないかな。そこと一緒ってなっちゃうとね、なんかラーメン作り手も面白くないと思う、うん、だからそこのところで買い出しなんですけど、なんか山本さんの話聞いてると、なんか DNA じゃないですけど、なんか自分の無意識に美味しいって、うん、ああ美味しいなって感じるようなラーメンを作りたいような感じがする。そうだね、そうだね、なんかそんな感じ、頭で考えんじゃなくて、味とかじゃない、その、そうだね、うん、味とかじゃないんだよね、うん、だからその美味しいと思わなくても、うん、あ、また食べようっていう、そう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 いう感じ、そう、そういう感覚になって、そこにまた美味しいがついてくれたらもうさらにいい、うん、さらにいいですよね、だからそういうことはもう常に考える、うん、ね、うん、そんな気がした。
やっぱりバランスだと思うんだよね。最初に一発目が美味しいと思っても最後までいけないじゃん、気持ち悪くなったりしますもんね、強すぎてね。そう、でもやっぱそれもそれが脳みそに残っててまた食べようって思う人もいるだろうし、でもバランスだと思うんだよ、最後まで。買い出しラーメンの先輩の話じゃなくなりましたね。面白いな、山本さんの話やっぱり。はい、まあ考え方だよね。いつからそういう考え方になったのかちょっとわかんないけど、やっていく上でなんかちょっとそうなってたって。じゃあ前編はこのぐらいで。はい。はい。いじゃあ前編はこれで終わっていきます。ありがとうございます。後編に続きます。はい、よろしくお願いします。